まさかすっぴんのまま人前に出てたりしないですよね。今日は岡本のおすすめなウーノシリーズの商品を実演して、普段僕がねやっている身だしなみを紹介したいなというふうに思います。どうも岡本です。はい、僕岡本はですね26の年なんですけれども、やっぱりこうやって仕事上を人前に出たりすることも多くなってきたので、人一倍清潔感は大切にしたいと思っています。まあ、僕こうやってね普段からポーチを持ち歩いたりするんですけど、実は今日は岡本のおすすめなウーノシリーズの商品を実演して、普段僕がねやっている身だしなみを紹介したいなというふうに思います。ちなみにメイクの後にはメガネ屋らしいプラスアルファの情報もご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。よろしくお願いします。今回使うアイテムはウーノさんから発売されている3種類のアイテムになります。こちらはウーノフェイスカラークリエイターという BB クリームですね、とウーノバランスクリエイターっていうアイブロウペンシルになります。で最後にウーノオールインワンリップクリエイターのリップクリームになります。まあ、本当にねこの3つだけでも全然印象が違うなって僕は思ってますし、さっき皆さんにすっぴんなんてさらさないよねとか煽っておきながら、今僕全然すっぴんなんですけど、このねすっぴんの状態からこの3つを使ってどれくらい変わるかなっていうことをぜひじっくり見ていってください。ではね早速メイクをねいつも通りの方法でやっていこうと思います。まずはこれはもうねメイクの前段階なんですけど、メイクの前にまず保湿をしてほしいなと思っています。保湿っていうのは化粧の持ちを左右するめちゃくちゃ大事なポイントなので、メンズの皆さん怠りがちですけれども、ぜひねやってほしいなっていうふうに思います。で今日はさっき重村さんからもらったシャネルの化粧水を使ってやっていこうと思うんですけど、僕は普段無印良品の化粧水を使っています。で今ティッシュでやってますが、ちゃんとコットンとか使うともう最強です。で保湿が終わったら早速今日の主役ウーノさんのフェイスカラークリエイター、これはねナチュラルカラーを使っていきます。 BB クリームっていうのは女性が使っているファンデーションと似てはいるんですけど、ちょっと違っていて、オールインワンっていう感じでいろんな効果のものが配合されています。なので考え方がすごくシンプルで、メンズにもすごくおすすめだなっていうふうに思ってるんですけど、まあ、早速ね手に出しながらやっていきましょうか。僕の場合はですけど、あくまで手の甲にちょっと出して、ちょっとこれ少ないかな、まずはこれぐらいでやって足りなかったら伸ばしていくって感じでいいと思います。でこのフェイスカラークリエイターナチュラルは最初全然白色なんですけど、カプセルみたいなのがこうつぶつぶが入っていて、伸ばしていくと色が変わっていきます。でこのフェイスカラークリエイターの効用としてクマとかニキビ跡、髭の青みとか、あと毛穴を隠してくれるっていうのが基本的な、それはもう全部 BB クリームですけど、そういう効果があるので、塗るところは毛穴が気になるところですね。僕だったら T ゾーンとかこのほっぺのこことかにこうポンポンポンってのっけていきます。でこれを広げるだけいきます。あ、すげえ色変わる。まあ本当はねこれも指じゃなくてスポンジがあるといいんだけど、でこれ本当すげえ伸びがいいから全然さっきの量で足りそう。やっぱこのウーノの BB クリームはカバー力がめちゃくちゃあるわけではないけれども、ナチュラルに毛穴とか赤みとかを取ってくれてるなっていう印象です。このねフェイスカラークリエイターには紫外線防止効果で SPF30PA++++ が入ってるので、まあメンズにとっては十分な日焼け止め効果もあると思うし、スキンケア効果とかもあるので多分保湿とかもしてくれてんじゃないかな。でも結構さ肌綺麗に見えない？あとは僕今ここにニキビ跡とかあるんですけど、そこに塗っていきますね。あとは今日のためにヒゲを剃ってきたので、ヒゲの青みもどれぐらい消えるかっていう検証もします。はい、さっきのね画像と比べてみるんですけど、少しトーンアップしてるというか、やっぱ毛穴が見えなくなるだけでもすごく印象が良くなってるっていうのが伝わりますかね。良くないですか。はい、2つ目に使っていくのがウーノバランスクリエイターアイブロウペンシルです。眉毛だけ描いてるっていうメンズ結構いる気がするけどね、やっぱり眉毛って印象全然違うので、これ持ってるとすごい楽ですよ。アイブロウペンシル、眉毛はあまり濃く描きすぎずに眉毛の形を整えるくらいでいいかなっていうふうに思います。今回は僕の眉毛の形に合わせた普段やっている眉毛の描き方を紹介しますね。で僕の眉毛は結構こう丸っこいというかアーチを描いている感じになっているので、
ので曲線的な眉毛にしたいんですよ。なので普段はこの下の部分を描き足します。このアイブロウペンシルは先っぽが雫型になっているので細い部分を使えば細い毛一本一本描けるし、太いところを使えばもう塗ることができるみたいな形になっているのですごく使いやすいと思います。眉毛のこの下の部分にもう本当にがっつり描くんじゃなくて薄く何回も何回も、まあ、でもペンシルがすごい柔らかいので描きやすいですね。今は下を描いてアーチ状の 眉毛を補正していきます。であとはなんかこう薄いところとかがあるのでそういうところを塗っていく。でちょっとこの眉頭っていうのかな足したりして、まあ、ちょっとこれ黒というよりかはブラウン的な色味ですね。はい、どうでしょう。今右だけ描いてみますけれども印象全然違う。全然違う。左も完成させますね。たまにこうやって引いたりとかして左右対称かどうかを確かめてください。まあ、失敗してもこうやってね指でぼかすことができるのでそんなに緊張しなくていいと思います。どうでしょう、さっきと比べて印象全然違くないですか。はい、もうこれだけでね結構最初と印象違うと思いますが、最後の決め手にこのオールインワンリップクリエイターを使っていきます。このリップクリームは唇に塗ってあげることによって血色の良さっていうのを出してくれます。メンズでも冬場とかは乾燥するので普通のリップクリームを持ち歩いている方っていうのも結構いるとは思うんですけれども、このリップクリームは潤いトリートメント成分も入っているので保湿も簡易的ですけれどできます。なので普通のリップクリームの代わりにこれを持ち歩くのもいいと思いますし、これは僕の周りでも結構評判のいいアイテムです。はい、塗っていきます。最初の色ね、こんくらい塗るだけで今結構唇がピンク色になりました。印象全然違くないですか。血色感が良くなるとすごく印象も良くなるので顔がパッと明るくなって、なかなかリップに、ね、挑戦したことないと思うんですがこれはおすすめです。はい、メイクはねこの工程で終わりましたけれども、メイクをしているのがバレない最強アイテムをね最後に紹介させてください。それがこちらグラフベレ2033番のメガネになります。まあ、初めてねメイクをした時とかでもメガネをかけていればこう目元の周りを隠せるのであんまりねメイクしているのがバレなかったりすると思うんですよね。それにこのグラフベレシリーズの鼻パッドに特徴があって、この鼻パッドが少し血色感のあるベージュの色をしています。なのでさっき塗った BB クリームがこの鼻パッドについても全然目立たないっていうところでメイクをしていることがバレないメガネになっております。かけた感じもどうでしょうかね。この鼻パッドの色もまあ今の肌の色とも合っていて邪魔しないですし、女性のねブランドラインなんですけれどもメンズの方にもおすすめな一本になっております。皆さんいかがでしたでしょうか。で今回紹介したアイテムは全て、まあ、薬局とかで購入できるような商品になっていますので、ヘアワックスを買いに行ったついでとかにもね手に入れられるようなものになっていると思いますし、すごくおすすめです。まあ、今回はこの3種類っていうめちゃくちゃ基本的なメイクしかしてないんですけれども、さっきのねビフォーとアフターで全然印象が違うっていうことも皆さんも実感していただけたかなというふうに思いますので、ぜひまだツッピンのままで人前に出ているという方は今すぐこちら手に取って、そしてこのメガネも手に取って外出してみてくださいね。今日の動画はこれで以上になります。良かったと思う方は高評価とコメントもいただければ返信もしておりますので、ぜひぜひご質問などよろしくお願いします。それでは次の動画でまた会いましょう。バイバイ。